今回は五島列島に来ております。五島列島で秋カイキングということで、はい、ブルーのヤーズです。星が見えるかな。星があるでしょ。ほらやっぱり 3D やん。ゆうすけこれタモいるかも。触っていいですか？別に毒がついたなんて。すごいお父さん焼けてますよね。はい。おおこんにちは。お久しぶりです。久しぶりですね。久しぶりですよ、この二人で行くのも。長考自体久しぶりなんで。そうでしょう。はい。ちょっと距離置こうかなと思っても、圧がすごいから。何もかけてないわ。っていうか、ここどこなんですか？ここはですね、なんと皆さん、今回は五島列島に来ております。お初です。お初ですか。後藤さんよろしくお願いします。僕は何回かここ来たことあるんですけど。そうですよね。結構サイズもいいやつあげてます。後藤って言ったらやっぱり釣りの聖地なんで。どこに聞いても後藤でしょって言われるんですよ。そうですよね。釣りといえば。今日はね、五島列島で秋カイキングということで、まあサポーティングをしながら楽しんでいきたいと頑張っていきます。思います。はい。では行きますか。はい。いつものやつ。あなた久しぶりです。久しぶり。ああ緊張する。はいはいはい。五島列島でガッテンサポ。出方がすごいね。ほらちょっと添えるってはい、ポイント到着ということでね、まずねサクッと、タックル紹介やっていきます。ロットはですねエメラルダスの、はい、エア AGS86 の ML に、リールがですねエアリティの LT2500 ですね。最近この感じです。ブルーのヤーズです。それではね、1投目やっていきたいと思います。向かい風にキャスト使ってるのがブラックライオンですね。前動画でも説明したんですけど、ブラックライオンのラーテル77、シマノのワンフォード3000番 S でモンスターマスターロングキャストスロー 3.55 でやっていきたいと思います。シャローを狙ってよいしょ。わ、こんなに一中釣りするの久しぶりやわ。あったかいわ昼はまだ全然。今日はね中市は最終日っていうことでね、満潮下げ始めからスタートです。背が見えるかな。背があるでしょ。沈んでる背がねこう点在してるんですよ。ちょっとそのキワキワスレスレでホーミーさせていこうかなと思っております。さっきね結構新子のもうほんとちっちゃい赤ちゃんがねいっぱいこっちの一層の方にいたんですけどね、そういうのじゃないんですよね。500ぐらいは行きたいんですよね。ガンガン投げてきますよ、ガンガン。ああ持ってかれた。今おるって後藤のイカがいます、ここによし、あれを使うか。今年の秋は 3D のね3号と 2.5 号でよろしくお願いします。いいのよこの駅マジで。どうなってんの。こっちになるかな。ちょっとじゃあ風の影響を受けながらキャストして飛ばす。飛んでくれてありがたき、あなたの町にもありがたき。なんかいるわよ。フグじゃないあれ、フグ。ちょっとこれ何で持っていけるとこが。これイカじゃない。ほらやっぱり 3D やん。しかもでかいよ。まあまあある。投げたばっかりなのよ。ちょっと待ってね。これでかい。そう 3D 怖すぎるやろ。怖もてやろこれ。どうなんですか。いやなんかね、落ちパクだったんですけど、着底しなかったんですよ。で GoPro でも言ってたんですけど、なんこれ全然着底せんやんみたいな。ゆうすけこれタモいるかも。そんな感じ。逆かタモ。見えますか。いやいけるかな。どうかな。いけそうやな。いけるごめん。全然いけた。全然いけた。久しぶりのです。はい。あ、大丈夫。よいしょ。わあ、ナイス。いいでしょう。ゆうすけ、エギバン持ってくれる？うわー、でもいいサイズ、いいでしょう。目かかっとらん、これちょっとリリースしてやろうかな、目すやしね。来ました皆さん、 3D の方の D の D の D の方です。 D です。これちょっとサクッと測ってね、リリースしたいと思います。おお、見えてます？すごいな。お前のこっちを見てよ、ほら。こっち見えてる？550ですね。550。もっとありそうやけど。ちょっとリリースを速攻したいと思います。こちら秋の500アップ嬉しいでしょ、だって。ねえ、今使用した液 3D しか勝たんじゃないのこれもう。3号続けてちょっとね 3D 使ってやっていきたいと思います。はいはい、幸先良かったですよ。良かったですね。500か、いいな。まあ、ゆうすけ君初めてじゃないですか。で、僕ある程度来たことあるんで、もう僕釣ったんで、次はゆうすけに釣ってもらおうと思います。釣れなかったら飯をおごります。リルレさんが俺におごってくれる。はい。お、次行くポイントは今まで入って釣れなかったことがないポイントなんですよ。はいはい。打率10割のとこで俺が外したらこいつ下手くそだったっていう話になるだけですよね。まあそうですね。釣りきれなかったらどうします？ご飯食べます。おごってもらうんでしっかり食べますよ、大盛りで。打率10割のとこに連れてきてもらいましたんでね、もうこれ釣れるでしょ。100釣れやもん、恥。絶対釣れるぞって本当プレッシャーでしかないもん、世の中に絶対なんてないんだから。水深がある、外海ですね。今ね、堤防のね突端にね釣り人がいるんですけど、すごい楽しそうに釣りをされてるんですよ。ちょっと声をかけに行ってみようと思います。あの方ですね。こんにちは。カンパチの子。ああ、練り子ですか。はい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 。手作り浮きだってこれ。触っていいですか。別に毒がついたなんて、と簡単には抜けませんから、一回ついたら。中にスチロールみたいなのが入ってる。ああ、なるほど。釣れるときはすぐ釣れるよ。すごいお父さん焼けてますよね。はい、朝から夜までちょっと8時からとすると、はい、6時あ10時間か。10時間。真っ黒けになってて。不安がね、でもだって針なかなかかからんでもね、僕は秋バラだけどな。ちょっとこれ何枚も自分で叩いてな。刺し網、あれのお虫。自分で叩いて。でたまに手も叩くとハッピー。いやそうですね。多少のあれは多少のあれは。叩いてて思ったら結構引くけん道具は。はい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 。たまに引きやんです。結構ドーン。痛そう。頑張ってイカ釣ってきます。はい。もう一人釣れた子たっけんが行ってきます。釣れた子た。上野養魚さんです。おお、これねリリースせんばこだっけ。いやでもいいサイズよ。来たと思ったのにさ、まあ嬉しいんですけど、何かしら引いたでしょこの人。引いたです。でかいの来たと思ってでしょ。はい、ありがとう。放流してるみたいなんでね、ヨーヨー。イカわい、イカ来るんですけどね。で打率100なんだけど、ここゆうすけがね釣らないんでね、僕が釣っちゃおうと思います。3D のね 2.55 ですね。おー、持ってった。おー、持ってった。カメラのねアングルをちょっと確認してたら持っていきましたね。あわしきれんやったわ。これダカセンバロッド立てるパターンスペシャル。ロッド立てるパターンスペシャル。赤ちゃん可愛い。ありがとう。はい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 。開始早々500アップと。500、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとね調査を兼ねてあちこち今回ってきたんですけど。ご飯食べて整ったと、もうすべて整った状態でまた一からここに戻ってきました。まあここはまあやっぱりメインになってくると思われます。見えてるんでしょ。だってもう見えてます。見えてます。夕まずめっていうことで、はい、最初のポイントでそうですねやってみて。まずめがいいんでしょ。どこでもそうだし。皆さんちょっと見てください。塩を見せます。なんか CM になりそうな感じですね。なりますね、これ。向こうの島にこう隠れようとしてますもん。ちょっとうるさいですね。え？お腹なわらしてんじゃねえよ。消化してんの今皿うどんが。やるわよ。行くわよもう。行くわよやるわよ。じゃあ頑張ってきます。日もね、だいぶ暮れておりますけど、どうなんでしょう。イカさんと出会うことができるのでしょうか。もう来るよ。ウォームアップは完了した来たかな。ウォームアップは完了と。ウォームアップは完了してきたかな。なるほどなるほど。落ちていいのかな。もういいと思うよ。いい。もういいよ。いや待ってるんやけど。いいの？待っとった？今。いやもう待っとったんよ。本当に？夕まずめ。あ本当に？夕まずめ。来ました。ちっちゃいけど来ました。来ました。ほら整ってます。ライトがダサい。いや大きいよ。大きいじゃない。ゆうすけ大きいよ。保ろうか。もう保っとこうかな。ね、ありがとうございます。いやゆうすけ。あいいよ。いいんだよ。はい。いいじゃないですか。いいんだよ。後藤いいね。後藤さんいいですね。後藤さんありがとうございます。出せんだいいんです。整ったからやっぱり整ってる。いろいろ整いましたからちょっと測ってみません？はい、測ってみましょう。はい、ポンドじゃないですよね。はい、キロです。グラムのやつ。はい。ちょっと待ってください。興奮してんじゃねえよ。お、じゃん。600超えです。いやさすがです。いやーよかったー。うわー嬉しいなー。嬉しいですね。正直強がってたんで。なるほど。でも整ったって言ってましたもんね。整ったって言って自分をこぼしてたんですよね。秋のねこのサイズはね嬉しいですよね。これはでもやっぱ後藤さんのやっぱポテンシャルですかね。後藤さんです。営業はこれですね。ダートマスターの 3.5 号ニゴリジオマスターです。新色で出たニゴリジオマスターの方です。おめでとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきましょう。いただきます。いいの釣れましたね。いいじゃないの。ちょっと GoPro のね充電が切れてるんですよね。まあでも極小じゃなかったな。700見た後やから、まあ、これが秋イカですよ。ちょっとねちっちゃいねと思ったけど、まあこれがね秋イカ。ちょっとリリースを先に。はい、こちら 3D の3号ですね。モンスターマスター。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございます。秋の700はね皆さんいいですね。素晴らしいでしょう。ちょっとこっちしてもらって、ここちょっともうちょっと前に来てもらって。もうさシカゴブルーズやん。もう意味がわからんってだけです。もうシカゴブルーズなのよ。俺が笑ったらダメだよ。もうシカゴブルーズなのよ。レイさんも500。はい、そうですね。一発目ありがたいことに500とここで300ぐらい。300だったね。お前が700は釣るけん300が薄れたやないか。薄いですね。今回はですねブルーズさん、ブルーズとどんどん名前が増えてきて、多分リルラーさんがもう分かんなくなると思うんですよね。たまにしか出ないし、こいつ誰やって。もう一つね実はつけたんですよ。あなたにもまだ言ってないですけど、リルラのグループラインがあるんですけど、そのグループラインの中ではもうそれゆけくんになってます。意味が分かんないからもう何ですかそれ。こういうことです。どうぞ。そういうことです。はい、そういうことです。そういうことです。何でもすぐつけるんだから名前を。今回はですね、勝手にサポーティングということで、デュエルヨーズニの液を使ったエギング超高をやってまいりました。僕はね、ちょっと今回推したかったのは青利休のね、3D。あ、3D ですね。今期ね、結構3号と 2.5 号使って超過が出てるんで、実際500アップ釣れたんで。まあサイズも取れるよということで、ぜひねちょっとでもね参考になったよって思ってくださる方、初めてねご視聴される方なんかねいらっしゃるかと思いますから、はい、ぜひねチャンネル登録、はい、高評価、ベルマーク、ベルマーク、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。これでしょ、この子。そうなのよ。ブルーじゃない。ここがね、ちょっとその状態してブルー。ここでしょ。だからそうなのよ。そのちょっとそれで笑ってよ。それゆけじゃない、それは。ゆけがわからない。